血を吸うぞ。これだと怖すぎるかな。どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画は、このハロウィンイベントについてね、ちょっと喋っていきます。で、まずは喋りたいことなんですけども、皆さんハロウィンイベント終わりましたか？一応私は100万ポイント115万ポイントね、今、2日残り2日なんですけども、なって一応取っております。で、まず一つ目の言いたいことなんですけども、このイベント残り2日となっております。で、皆さんの、まあ、使える時間とかね、状況とかによって、まあ、このポイントまだ終わってない方もいるかもしれません。なんですけども、一応ですね、まず一つ目言いたいのが、このイベント、まあ、結構終わらした方がいいと思います。で、こちらのイベントではですね、まあ、この、ポイント100万ポイントまで行くとジュエルとかもあったりします。で、あとは92万ポイントのとこに、このね、虹の結晶編があります。このアイテムはもっと突に使える貴重なアイテムなんで、ここは取った方がいいかなと思います。なんで、まだイベントがね、終わってないよっていう方も、ここのポイントまではやってもいいかなと思います。あとは、まあ、サポートカードまで行くんだったら、まあ、そこに関しては40万ポイントかな、そこら辺で行けるんで、最低限ここら辺までやっていくっていうのはありかなと思います。一応今回から虹の結晶編があるからね、ちょっとそれも取っていきたい。60万とかでもあるし、まあ92万でも取れるんでね、やってみてください。で、ここで一応そのポイント全然いかないよとかね、スタミナが全然自然回復だと足りないっていう人もいるかもしれません。なんですけども、それに関してはこのイベント、今回ね、イベントブーストという2倍にすることができます。一応そのジュエルとかを使うとかね、まあ人参、人参じゃないですな、タフネスのやつを使ったりね、そういうことで、まあ2倍かかるんですけども、ポイントを2倍することができます。で、それなんですけど、普通にですね、石を割って、その2倍のやつで周回した方がいいんじゃないかなっていうのが1個あります。で、それがなんでかっていうと、ここにね、ジュエルあります。で、このジュエルが確かですね、500ジュエル、あ、ここの左下ね、ここで500ジュエルもらえますので、そのイベントブーストするのもったいないなとか、石割るのもったいないなと思ってる方いるかもしれないんですけども、これは石割ってでも回った方がプラスになります。結果的にもしね、100万までいった場合は、ここで500ジュエルという、まあ結構大きめのジュエルがもらえます。なんで、イベントブーストを例えば通常に比べて、まあ回復ね、50回回復しても、これまあチャラになります。で、他にも、まあ、ストーリーでのジュエル回復中とかね、まあ、あとは普通に育成でマニーとかも取れたりしますし、まあ、サポートポイントも取れるっていうことなんで、まあ、普通に、これジュエル石割ってこれを取ればプラスになります。まあ50周言ってしないんで、まあ、大体まあ20周とか、まあブースト全部すれば15周ちょいでいける可能性があるので、まあ、その20周とかでも結構ね、時間かかったりするんですけども、それで例えば回ったとしても、結果的にここで500が取れるのでプラスになるということが言いたいです。なんで、まあ今ね、まだ石割って周回はしてないよっていう人で、まあちょっと間に合わなそうなっていう人でも、今回でまあ土日があって、さらにあと2日間あるので、まあ石割って回った方が得です、結果的に。なんで結構ね、思うことは、周回に石使いたくないよって方いるかもしれませんが、周回石使ってね、普通に500ジュエル取った方がお得だと思うのでね、まあこれは時間あるかどうかにもよるんですけども、お時間ある方は、この石割りしてここ500取った方がお得だよってことがまず言いたかったです。はい。で、次なんですけども、一応今回このハロウィンイベントで話したかったこと、これは本当もっと前に動画化したかったことなんですけども、この虹の結晶の配布量どう思いますか？まあ虹はいいんですけどね、結晶の配布量、これについてちょっと話したいんです。で、今回配られたのが多分、虹が3個、そして金が3個だったと思います。で、虹に関してはこういう風にね、月1イベントで3個ずつ配った場合、まあ 3×7 で21個の結晶になった場合、20個で1個になるんですけども、それで7ヶ月に1個ぐらいっていう計算になります。もしイベントだけでしか配られなかったらですね。
なんでまあそれだったらまあ大体半年に1回ぐらい、SSR をね凸できるってメリットがあるならば、まあ虹はね配布量はまあまあ普通かなと思ったんですよ自分は。でさらにまあ一応虹の結晶とかの場合、他に別にこのイベントだけで、毎回3個っていうのは決まってないと思うので、例えばどっかの節目で年末イベントとかではもうちょっとね多い量配るとかね、まあすごい節目のでかいアニバーサリーとか来た時にはドカンと1個とかね、まあ前回もあったようにあるかもしれないんで、これについてはねいい量だと思います。でもう1個言いたいところとしては、虹じゃない方ですね、これはちょっと皆さんの意見も聞きたくて今日動画上げてます。金の結晶片はこっちじゃなくてルーレットですね、ルーレットに入ってると思うんですけども、この金の結晶片も多分3個なんですよ今回入手できる量で。こっちが私が思うにはちょっと少ないかなとは思います。3個ずつで虹と同じ量ではあるんですけども、こっちは SR の凸アイテムなんでもうちょっとくれるのかなとかもう思ってました一応ね。でこれもまたね今後のイベントでその1個丸々プレゼントとかね配る量めっちゃ多いイベントとかあるかもしれないんで、まあそこわかんないんですけども、ちょっと金の結晶片はまあ特に、その SR とかも凸ってない人の底上げになるので、まあこっちはね配ってもいいかなと思いました、もっとね。なんでまあそれについては皆さんコメント欄でね意見教えてください。俺的にはそのまあスイープ東証とか進行ウィンディとかがまだ貫突してない人とか、あとは賢さ SR とかでもまあ使えるものがあるんで、そこら辺とつってない方向けにまもうちょっと配ってもいいかなと思います。さすがに半年に一とつっていうので、まあ金だったら SR なんでね、もうちょっと緩和してもいいかなと思いました。こんな感じでまあ私はイベント終わったんですけども、これねビンゴも今回ね連続で回すことができるようになりました。ちょっとやってみるか、連続で回す、8ライン10プレイ、あー最後のあれか、10プレイちょっとやってみるか。俺これまだ回してないんだよね。で2400とか溜まってるからどういう風になるかやってみましょう。プルルルン、こうなるんだ。いやずっと溜めてたわ。おおすげえじゃん。あでも8ラインでなんで止まるの。新たに1ライン、はいはいはい。これ10プレイしたらさオーバーしちゃうとかあんのかな、例えばもうビンゴしそうな時に。あでも次のシュート行くからそれはないか。一等賞が残っていくで金の結晶が取れるって感じですね。あこんな感じね、一応これは助かる。あこれはいはいはい、天井や。はいという感じでね、まあ、天井まで行きましたと。これでね、ミホノブルボン取れるんで皆さんやっていきましょう。ここら辺はまあ終わってるかもしれないんですけど、だいたい300でいったわ。あと7シートいけんのかなわかんないんですけども、皆さんですねイベントをちょっとね、まだやってない方、特にブーストしてない方はブーストした方がジュエルが取れるよって話と、結晶の個数皆さんどう思いますかという話でした。意外とねまあ私も SR の結晶をもうちょっと配ってもいいとかあると思うので、コメントもしてみてください。それではのちん TV でした。今日ですね動画いろいろ上げたいと思いますので、よかったら次の動画も見てみてください。それではまた次のウマ娘動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。